こんにちは、花屋社長です。今日は寒い冬でも元気に育つおすすめの多肉植物を5つ紹介します。多肉植物は水やりの手間が少なくてインテリアにもぴったりです。それでは寒さに強い多肉植物の世界に一緒に潜り込んでみよう。多肉植物の魅力。多肉植物はそのぷっくりとした葉が特徴で、日本では1700年代から人気があります。水分を蓄える力が強く、水やりを忘れがちな人にもぴったりです。寒さに強い多肉植物の種類。1、ハオルチア属。まずはハオルチア属から。広葉系と南洋系に分かれていて、広葉系は葉が硬く厚みがあり、南洋系は透明感があって柔らかいです。葉の形や模様も多種多様で、インテリアとしても魅力的。寒さにも暑さにも強いから、初心者にもおすすめですよ。2、セダム属。セダム属は小さな葉が特徴的で、地面を這うように広がります。寒さに非常に強く、外での冬越しも問題ありません。水やりは控えめで OK。地植えにすると、自然なグランドカバーとして使えるから、庭にもぴったりです。3、クラスラ属。クラスラ属には、種のなる木などがあり、独特の形状が特徴的。葉の形は十字型で、しっかりと水分を蓄えるから、乾燥に強いです。部屋の中でも、元気に育つし、適度な水やりで寒さにも耐えます。4、カランコエ属。カランコエ属は、マダガスカル原産で、多様な葉の形状が楽しめるよ。寒さには少し弱いから、冬は室内で管理するのがおすすめ。鮮やかな葉色が特徴的で、インテリアとしても素敵ですよ。5、エケベリア属。エケベリア属は、ロゼット状に葉が並ぶ、美しい多肉植物。特に寒さに強く、冬の屋外でもしっかりと育ちます。夏は直射日光が強すぎると、葉焼けすることもあるから、適度な日陰を提供すると良いです。多肉植物の育て方。多肉植物は、水やりが少なくて済むけど、乾燥しすぎには注意が必要です。直射日光の当たる場所で育てましょう。寒さ対策。冬は屋外でも大丈夫だけど、極端に寒い地域では、ビニールで覆うなどの寒さ対策が必要です。いかがでしたか？今回紹介した多肉植物は、寒さにも強くて育てやすいから、ぜひ挑戦してみてください。多肉植物は、見ているだけで癒されるから、お部屋に一つは持っておきたいですね。この動画がいいねと思いましたら、チャンネル登録と高評価お願いします。また、ご意見や取り上げてほしいトピックがありましたら、コメント欄にコメントください。それでは、次の動画でお会いしましょう。